皆さんこんにちは。5月31日水曜日、7110マーケットトゥデイをお送りします。本日は内藤証券投資調査部大部が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。まず資料をご覧ください。本日の終値です。日経平均株価は440円安、3万飛び887円88銭で終わりました。トピックスは 28.59 ポイント安、2130.63 ポイントで終わっています。このところ堅調だった日経平均株価は本日は反落となっています。では日経平均株価の冷やしチャートになります。昨年の7月から昨日5月30日までで作成しております。3月末決算の発表する4月の末から5月の上旬にかけて日経平均株価は大幅に上昇しました。5月1日に2万9000円台乗せ、そして17日に3万円の大台乗せ、そして22日には3万1000円台ということで、30日にはバブル崩壊後の戻り高値を更新しております。ただ急上昇で平均線との乖離が広がっておりますので、調整が入りやすいポイントになっていると言えます。次にこちらトピックスの冷やしチャートになります。同じく7月から直近昨日5月30日までで作成しています。トピックスは22日に終値ベースの高値をつけた後、やや伸び悩みとなっています。ですので日本株は日経平均採用銘柄のような主力株に買いが集中しているということが言えそうです。またこちらはニューヨークダウの冷やしチャートになります。日本株に比べて上値の重さが目立っております。特に足元は200日移動平均のサポートを試すポイントにあります。FRB の利上げ継続や高金利の長期化が見込まれること、そしてそれによる金融不安がまだくすぶっている中で、アメリカの債務上限の引き上げについて議会の承認に不透明感が残ることが圧迫となっています。そしてこちらドル円の冷やしチャートになります。昨年の急激な円安は10月で一巡し、1月にかけて円高となり、そしてアメリカの FRB の利上げ継続スタンスの一方で、日銀は植田新総裁が従来の大規模緩和政策を維持するスタンスを示していることで円安が継続となっています。さて日米の主要株価指数の推移を年初来で比較してみました。昨年が下げ幅が特に大きかったナスダック総合指数の戻りが大きく、足元では半導体関連が特に堅調となっています。国内も大型株の上昇で日経平均の勢いが強く、その一方アメリカでは S&P500 指数、そしてニューヨークダウといった指数が上値の重い展開となっております。では東証33業種の騰落率、5月の月初から30日までの月間の騰落率になります。この間トピックスは 4.9% の上昇となりました。そして上昇率のトップは電気機器、卸売、そして精密機器という順になっています。25日のアメリカの NVIDIA の決算発表から半導体関連が急反発しております。そして卸売についてはバフェット銘柄として総合商社の堅調が続いています。その一方下落は海運、製飲製品、非鉄金属、石油石炭製品となっております。資源価格などの市況影響を受けやすい海運や非鉄、石油石炭といった業種が今期の減益見通しを背景に売られました。さてこの月間の騰落率上位下位3業種ずつの推移を年初から見てみますと、上昇している業種につきましては年初からほぼ堅調な推移が続いているといえます。一方で5月に入って下落している海運、そして非鉄金属につきましては3月以降やや上値の重い動きが続いており、そして決算発表後に大きく売られているという傾向が見て取れます。ではこの特に下落が目立っている海運株に影響する海運指標を確認してみますと、
左側がコンテナ運賃指数、そして右側がバルチック海運指数になります。左側のコンテナ運賃指数は主に製品の輸送に使われるもので、コンテナに貨物を詰めて定期運航路で運航されています。コロナ禍でも旺盛だった個人消費を背景に21年にかけて上昇した後、22年にはウクライナ情勢や、あと中国のコロナ感染拡大でのロックダウン、そしてその間に積み上げた在庫が今はけていないというようなことで、現在この輸送需要が大幅に落ち込んでいる状況です。23年に入って下落ペースは一応鈍化しておりますが、それでもまだじりじりと下げておりまして、直近では急騰の安値を更新するなど非常に低調となっています。またバルチック海運指数については、鉱石や石炭といった鉄鋼材料をはじめとした原材料の輸送に使われるものです。21年のピークから多少波はありつつも軟化しており、23年に入ると中国経済の再開期待で一旦上昇しましたけれども、今はこの中国経済の回復が思ったよりも遅いということで伸び悩みとなっています。ですので製品輸送、原材料輸送ともに停滞している状況だといえます。また資源の代表である石油価格と、あとは銅の価格の推移になっております。原油先物価格は22年のウクライナ侵攻直後に高値をつけた後、中国経済の停滞や、また制裁を受けているロシアの原油がディスカウントされて中国やインドに輸入されたこともあり、価格が下落していました。ただオペックスの減産が下値を支えており、下げ渋ってはいるものの、世界的な景気減速懸念に上値を圧迫されている状況です。また銅価格につきましては、石油に先行して21年にかけて上昇しましたが、その後やはりウクライナ侵攻後に中国のロックダウン影響などもあり、大幅に下落しました。そして経済再開期待で買われたものの、やはり中国の経済の勢いがどうにも弱いということで足元売られています。石油は足元で需給が緩和傾向にありますが、23年の石油の需要は年間では過去最高になると見られています。そして銅についても23年の需給は供給不足が見込まれておりますが、現在の市況は足元の弱さを反映している状況です。では主要な地域の製造業の景況感を比較してみます。日本とアメリカ、そしてユーロ圏、中国の製造業 PMI の推移になります。中国は財新のデータを使っておりますので4月までとなっています。日本が直近で50を超えてきて回復傾向にある一方、先行して回復していたアメリカにつきましては5月に50割へ低下、そしてユーロ圏については引き続き弱い状況が続いています。そしてまだ発表されていませんが、中国の5月については、本日発表された国家統計局の製造業 PMI が低下していますので、製造業の景況感、世界的にやや弱含みの状況になっているといえます。こういった資源価格などの市況にも重さが見られる中、急騰していた日本株は調整局面入りに警戒する必要がありそうです。特に中国につきましては、経済再開がやや遅れていることに加えて、コロナの感染の再拡大も懸念されておりますので、こういった状況が今後広がっていくのか、いつ製造業に回復傾向が出てくるのか、石油価格や銅価格といった比較的先行する指標を注目していく必要があると思います。また今月の今後の予定ですけれども、まず注目されるのが、今日採決される予定のアメリカの債務上限の引き上げが無事に議会で採決されるか、その後は中旬の各国の中銀の金融政策、そして下旬に入りますと3月期の決算企業の株主総会が集中してきますので、株主提案をめぐり個別株の動きが注目されるという状況になりそうです。では本日はこれで終わります。ありがとうございました。